こんにちは、こんばんは、駿河です。今日は、こちらのね、天ぷらそばを買ってきました。で、早速ね、ちょっとね、食べてみたいと思います。では、こちらをどうぞ。こちらのね、セブンイレブンの天ぷらそば、これね、厚揚げをこう、そのままつけて食べるのが僕の食べ方なんですよ。ちょっとね、混ぜてみて、よし、じゃあ早速ちょっと食べてみたいと思います。はい、ではいただきます。このうどんの伸びたような感じがいいんですよ。これね、普通のね、そばの味って感じがしますね。つゆはね、あっさり系のね、あんまり濃くないようなつゆの味です。決して美味しいってわけでもないんですけど、からといってまずいってわけでもないんですけど、まあ普通に食べれるかなぐらいのレベルですね。で、この厚揚げがね、なんともいいんですよ。これが結構好きなんですよ。この汁が非常に使ってて、この厚揚げが非常に美味しいです。今ちょうどね、さくらがあの袋の中に入ってるんですよ。で、俺の撮影の邪魔をしに来てるのかと俺は言いたい。だからその瞬間をちょっとね、今ちょっと撮影 していきたいかなーと。ちょっとスマホを取り出して、やっていこうかなーと思ってます。残念、さくらがね袋に入っているところをね、撮影できませんでした。今日ちょっと喉の調子悪いんですよ、本当に。なんです、咳込んでて申し訳ない。というわけでね、ちょっと食べたいんで、以上、ご視聴ありがとうございました。